天のくれげ日記始まるよ。登録者1000人目指してます。チャンネル登録よろしくお願いします。どうも天です。今回は呪術廻戦の虎杖の旧ポスとワンピースのワーコレフランキー取ってきたのでこちらを見ていただきたいと思います。まず旧ポスの方ですね。いや今回ちょっと立たなかったんですけども、まあ、そのまま進めていきました。アームのパワーは強く感じたので、まあ、問題なくいけるかなと思ってやってるんですけども、はい、まあ、ちょっとハマり方は嫌ですね。少し嫌なハマり方をしてるんですけども、まあ、うまくリカバリーできたらなと。こうなったらちょっと奥の方を持ち上げてあげて手前に落としたいんですけども、はい、こんな感じですね。で7点目が取れてませんでした。すみません。手前を狙っておそらく今みたいな形になったかと思います。はい、9点目、また手前狙いですね。もうこうなったら手前を狙っていってあげたらいいと思います。ん、右奥が浮いたかな。なかなか落ちないですね。ちょっと右アームを強めにかけてあげてます。もうちょっとなんですけどね、形的にはいい形になってるので、まあ、いつかは落ちるかなと思います。あ、もう左奥が浮きましたね。次で13手目で手前を掴んであげて、はい、落とし切ることができました。はい、次 B カラー取っていきたいと思います。え、 B カラーがですね、ちょっと横移動をミスってついてしまったんですよね。でまたさっきみたいな形になったんですけど、まあ立つまで初期位置やり直してもよかったんですけど、まあもういいかなと思ってこのままやってます。はい、いつも立たして回して落とすっていうやり方ばかりなので、今日はちょっと違うやり方を見ていただけたらいいのかなと。これ奥に投げたかったんですけど持ち上がりきらなかったですね。それで手前に落ちました。でもすごいいい形ですね。これはラッキーな形で落ちてくれてるのでこのまま続行しています。これは奥をちょっと狙ってみたんですけどね、右アームが入りませんでした。下に、これは左奥が手前に出てきてるのかな。はい、はまったんですけどちょっと狭いところなので多分左側が引っかかっちゃってますね。これなので左側を持ち上げてこう右に回転して落とすイメージで落とし切ることができました。はい、では次フランキー取っていきたいと思います。フランキーは今回のワンピースのワーコレの中で一番アソートが少なかったのでめちゃめちゃ人気でしたね。みんなフランキー狙いみたいな感じで、ちょっと今回フランキーだけだったんですけど、ルフィも欲しいな、ルフィも欲しかったな。はい、4手目。あ、設定はですね、こちら坂道のペラ輪となっております。結構動きが良かったんですよね、全体的に。はい、真ん中に滑り止めの棒があるんですよ。今ちょうど差し掛かってるんですけど、そこをまあどう越えるかっていうのが大事なんですけど、なんとか越えましたね。でこういう風に坂道の上の方にアームを下ろしてあげて、アームで、まあ、この景品自体を狙うっていうのも全然ありでしたね。こう坂道をアームを滑らせてこう前に押し出していく感じですね。そういうのも全然使えた感じですね。10点目。うん、惜しい。
1手目です。輪っかの先端の方に右アームをかけてあげると右に移動しながらも前に来てる感じなので、まあ、かなりいいとこ狙えば動きが結構いいですね。はい、こんな感じですね。横に押し出しつつ前に出してあげるみたいな。はい、これでゲットできました。14手でしたね。はい、ということで結果このような形になりました。ちょっと手数かかってしまったかなっていう気はするんですけど、まあ楽しかったですね今回も。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。テンゲームズではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。